12V 50Ah のバッテリー2個を充電するにはかなりしょぼい状況です。エコアージーソーラーパネル 12V 100W 2枚追加しました。ソーラーパネルの4また並列接続を購入しました。12V 100W、ソーラーパネル4枚の発電状況をタイムラプスで撮影しました。8時21分から12時21分の4時間で 12V 100Ah のバッテリー容量残り 70% から 100% 充電しました。この画像は撮影インターバルを30秒で撮影しています。午前8時21分に撮影開始。午前9時の発電電流、13.8A。12時の発電電流、12.5A。13時の発電電流、6.4A。